皆さんこんばんは、ルルナルでございます。本当にお久しぶりでございます。いや何を言っていいかわからないんですが、本日ですね、1月18日にの本当早朝に YouTube のチャンネルが復帰いたしました。ほぼ3週間ぶりの皆さんとのこの場でお話ができることとなりました。本当にツイッターの方でもね、皆さんからいろいろ励ましのお言葉をもう日々日々いただいておりまして、それにどんだけ元気づけられましたか。本当にこの場を借りてですね、本当にお礼を申し上げます。ありがとうございました。そしてね、ここに至るまでの経緯の中で同じように怪談の朗読をして、この YouTube の中でしている我々と言いますか、私の仲間ですねの方々にも本当にごま団子さんをはじめ本当に助けられました。いろいろその YouTube の方にですね、こういったことがあるようなことも本当に話もしていたのを連絡も取っていただいたりですとか、フィードバックしていただいたりですとか、そういった方もねたくさんいらっしゃいました。本当に今回はですね、本当に正直なことを言いますと、諦めたわけではないんですが、もう他のことを考えなきゃいけないかな、この朗読を続けていくにはというところまで、本当に日々考えて、ちょっと年明けからブルーな気分になっていたんですが、経緯を言いますとね、実際の昨年の12月の27日の夜、家に帰って食事を取っていたんですが、そうしましたら携帯の方にですね、変なマークが出ておりまして、まず注意表示ですね、でアカウントを確認してくれとか出てたんですね。なんだろうなと軽い気持ちでやっていたんですが、だんだんと状況がつかめてまいりまして、でメールを確認すると停止というような案内が来ておりました。そこからはもうどうしようと、もう本当にですね、27日が実は木曜日かな、木曜日ではないですね、27日が怪談朗読のね、私の怪談の朗読をする1日前だったんですね。火曜日だったんです。で、水曜日の会があったものですから、それどうなるんだろうと思い、途方に暮れておりました。そのままね、年も、それからやはりいろんな情報をツイッター経由でいただいたりしながら、皆さんに励ましていただきながら、年の暮れを迎えて、新しい年を迎えたんですが、なかなか異議申し立てのお返事も、YouTube の方からいただけなかったものですから、もう他の方法しかないのかなとか本当にね思っておりました。今回のその経緯といいますか、その原因ですね、 YouTube の方からは再審査の結果ですとか、手違いで停止してしまうこともあるというのは正直なところありましたが、このことに関しましてはもう、私自身はね、これについてその、釈然としないことがあっても特に何かっていうことをちょっともう語ることはやめようかなと。それよりもですね、皆さんにこうやって再度怪談朗読を、朗読怪談だけではないですがお届けできるようになりましたので、もうそちらの方で、その嬉しさの方で今後もやっていきたいと思います。ただまだですね、同時期にですね、今年に入ってからもアカウントが停止になっているという方が正直いらっしゃいますので、そういった方には私もですね、こうやってチャンネルが復活しましたので、やはりフィードバックもそうですが、そういった問い合わせなども私もできたらなと思っております。ということで、まず第一に皆さんにね、お礼とお詫びと、本当にこれからも、明けましておめでとうございますということもお伝えしたくて、この場で挙げさせていただきました。で、今回の私のですね、怪談の朗読、月曜日の回と水曜日の回の短編の間と本編、金曜日の本編ですね、こちらの再開はですね、来週からをちょっと予定しております。来週
前に できたらちょっと短編であげるかもしれないんですが、来週からまた予定しておりますので、皆さん引き続きよろしくお願いいたします。あとはやっぱり今回その誤解を招くような、例えばそういった不正があったからみたいな本当にね表示が出てしまっていましたので、誤解ということはこれではっきりいたしましたので、どうかチャンネル登録ね、帰ってきてください。怪談朗読の部屋は引き続き続いていきますので、で本当に皆さん、今日はあくまで本当にお礼です。お礼とご報告でした。ちょっとこの場でね、この連続でちょっと怪談っていうのも、ちょっと私も頭がね今働いてないので、あとこの YouTube 上にも、当然Twitter にもですね、今日本当に数多くの励ましのお言葉たくさんいただきました。まだ返信しきれておりませんが、必ず返信させていただきます。これは本当に私からね、皆さんにも本当にお礼を言いたいので、少しお時間をください。ではまあ何て言えばいいのかね、なかなかわからないんですが、では今日は実は水曜日なので、本来は水曜の会が行く日だったんですが、ちょっと今日は会談ではなく皆さんへのご報告とお礼でした。本当に良かったです。では皆さん、これからもよろしくお願いします。では皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ルルナルでした。